ちは、ナビゲーターの下田奈々です。よろしくお願いします。ではまず、はい、あのフィール湘南のロゴに込めた思いについて教えていただけますか。思いね、はい、やっぱり湘南っていうと海と、まあ一応青い空と、ね、とか、まあ、そういう感じがあるじゃないですか、はい、うん、なんか日本じゃないみたいな、うん、それを表現するにはずっと僕逗子の、あの絵を描いてたんで、はい、でその辺のところからのヒントで、まあ、ああいう絵柄にしたんですよね。あの作品はどちらで描かれたんですか。これ逗子です。あ、逗子で描いたとこはここだよ。ここで、あ、ここで描いたんですそうそうそう、なんかすごいいろいろ鳥が飛んでたりとか富士山の絵が入っていたりとか、すごい本当によく見ると細かく、そうそう、全部ね、描かれてますよね。文字の中にデザインがされていて、そうですね。あれは実際に湘南の海を見に行ったりとかもされたんですか。もちろんもちろん、すぐその真ん前を描いたから。あ、そうなんですか。そこはもう海ですから。ここのすぐ近く。そうそう、でそこへ出てって、それで見て、で、ああ、こういうふうに描いたらいいなっていうふうに考えて、それで描いたんです。あれはどういったツールを使って作られているんですか。数量。あ、ツール？ツールね、はい、ツールはね、手で描いて、あの墨線っていうね、黒い線を、要するに輪郭ですよね、それを描いて、それをあとパソコンに入れて取り込んで、そして色を着色していくわけです、うん、こう修正しながらね、うん、で仕上げる方法です。まあ漫画みたいな描き方かな。最終的にはパソコンで、最初はパソコンで着色するんです。非常に便利ですよ。すごいですね、うん、デジタルが。そうです。じゃあ次に、あのエイジンさんにとって、まあ、その逗子にずっと住まれてるという話なんですけれども、はい、湘南に対する関わり方だったり、どんな思いがありますか。どんな思いって、いつも関わってるからねもう湘南湘南っていう、最近も湘南書いてくれっていうのがすごく多いんですよ、はい、で、ああ湘南多いなと思ってたら、またフィール湘南だった。そうですよね、思いっきり湘南のプロジェクトですからねそうそうそう、うん、そんな感じですよ毎日。あ、じゃあプライベートでも関わるし、うん、そう、それが仕事にもなる。仕事にもなってる。ほとんどもう、ほとんどもうプライベートも仕事も一緒みたいなもんですよね、湘南っていうのは。すごい、それが言えるのはエイジンさんだから。僕だけですか。すごい、言ってみたいでは最後に、はい、エイジンさんの代表作についてお伺いしたいんですけれども、はい、あの、はい、こちらの桑田佳祐さんの、はい、波乗りジョニーも、そうです、エイジンさんの作品なんですよね。そうです、はい、私これ大好きで。そうですか、はい、これもそうですよ、波乗りジョニーの、ほら、水着付き、水着、これ レコード、LP ですよね。あ、レコード、昔のね、うん、それも書いた。水着とセットの作品って、うん、よく意味わかんない。すごい桑田さんらしい、そうそうそう、湘南らしい。そう、あと達郎さんとかね、はい、山下達郎さんもたくさんありますね、うん、30年ぐらいもやってます。こちらはなんか大きいですけど、それは総合のアルバムじゃないかな、すごい、何十周年かの、うん、達郎さんとかも、これはこれは湘南ではなく、これはアメリカだ。これはほら、この間のなんとかっていう映画、テレビ映画の人形町を舞台に、町物語ってあったでしょ、はい、ね、それのやつですね。すごい、なんかどれも色が綺麗ですね。ありがとうございますいや、作品もたくさん見せていただいて、はい、今日は本当にありがとうございました。いえいえいえ、また今後もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。